吹雪連隊長から連絡来たぜ。すぐにスメラギ寮へ向かってくれって。本部長が来てくれるらしい。兄貴が。そういえば兄貴って今どういう状況なんだ。まだ立場は本部長だけど、権限はほぼ移譲されてて、ほとんど表には出てきていないみたい。おそらく政府は全ての責任を押し付けて切り捨てるつもりなんでしょうね。本部長もそれを分かっているから、手を貸してくれる気になったのかもしれません。協力してくれるのならそれでいいわ。急いで向かいましょう、スメラギ寮へ。兄さん、ようやく来たか。吹雪からおおむね話は聞いた。スメラギ寮の内部に入りたいんだったな。ああ、クナドゲートを消滅させるためにスメラギ寮の中を確かめる必要があるんだ。そこにいるかもしれないカレンが解決の鍵を握っているはずだから。はずか。状況証拠の上に成り立った信憑性のない話だ。しかしお前たちはそれに賭けるというんだな。いいだろう。お前が世界の危機を救ったとなれば、スメラギ家にとってもメリットになる話だ。そんな言い方。花火、協力してくれるなら今はそれでいいんだ。入り口のセキュリティは解除してある。クナドゲートを消してみせろ。渡月の企みを止めたそうだな、仇を。お前が取ったというわけか。私がやろうとしていた復讐を、お前が。お母さんが亡くなった時のこと知ってたのか。私と父さんはいつか必ず渡月を潰すと誓った。こんな形だが、結果的に叶えられたんだな。兄さん、早く行け。お前はお前のなすべきことをしろ。お前が選んだ道なんだからな。ありがとう兄さん。この先にヤクモスメラギが眠っているのね。それが過去に飛んだカレンなのかどうか、俺たちの考えが正しいのか確かめに行こう。スメラギ寮の中ってこんな風になってたんだ。寮母って言うからもっと陰気臭いのかと思ってたけど、ヤクモ君もいいとこに祀られてるじゃねえの。地下に降りるには、そこの階段ずっと下まで続いてる。特に危険なものはないと思う。道は他になさそうだし降りてみよう。ゲイト、重ね。吹雪連隊長も気になるからそっちに行くって。なら合流した方がいいか。いえ、すぐには向かえそうにないから後から追いかけるそうよ。了解、私たちは先に進むわ。
延々階段階段、ありえないめんどくささだぞ。何なんだこの構造は、ユイト。え、なんで俺に言うんだ。そりゃ君の家のものだからさ、リフトくらいつけてくれたまえよ。まったく、大きな鏡、綺麗。ただの明かり取りにしては意味深だな。お互い欠かせない存在になってきましたね。私もそろそろ役に立ちたい。お疲れ。そのあたりがおそらく最下層だぜ。やれやれ、やっとか。どうやらこの先は一本道のようだね。ずっと奥に広い空間がある。そこがヤクモのいる部屋かも。あとはまっすぐ進むだけか。洞窟よけに迷宮にでもなってるんじゃないかって心配したぜ。油断するなよ。ここまで何もなかったからといってこの先も。何？今脳に何か。え？特に何も反応は。なんだ？おい、どうした？急に通信状態って。渡る！ダメだ、通信が。ここは周防の海抜軍本部なの。なんで急にこんなところに。もしかして転送能力か何かの罠があったのかも。まあまあ落ち着いて周りをよく見たまえよ。町の方も明らかに様子がおかしいようだ。この感覚なんとなく覚えがあるぞ。まさかブレインフィールドか。脳に干渉を感じましたし、その可能性はありますね。目的は侵入者を惑わせるためか、それとも。カイ！クロノスターミナルの時と似た展開ね。
殲滅するわよ。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。相手の外角、相当畳みかけるぞ。これはコードです。狙えるぞ。念力を使って重量のあるもので攻撃するのが有効でしょう。この辺りの怪異は倒したようだな。しかし状況は変わらずか。遥かへ渡るとの通信も繋がらないわね。とりあえず、あら、兄さん、じゃーん、アリス一条、本日正式に配属されました。おめでとう、アリス。これでまたこの3人が揃ったな。隊の編成的に一緒の任務もありそうだよね。私も2人に負けないくらい大活躍するからね。新兵が張り切りすぎて、いきなり不始末を起こさなきゃいいがな。おや、この前上官命令に逆らったとかで始末書書かされた人がいたって聞いたけど。吹雪だって記念すべき始末書50回目だろ。こんな面白い話黙っていられるわけないじゃないか。カレンはセプテントリオン入り確実って言われてるのに、上官との反りはなかなか合わないんだね。納得できない命令に従うつもりはない。カレンらしいね、そういうとこ。お、でもそれならカレンが海抜群のトップになればいいんじゃない。厄介事はごめんだ。俺より弱い奴の面倒なんか見てられるか。そういうことは全部吹雪がやればいい。そんな風に言って結局仲間の面倒を見るんだよな、カレンは。僕よりよっぽど面倒見がいいよ。むしろカレンの方がトップに向いてるんじゃないか。いや、実は狙ってるんだろう。隠すなよ。どの口が言う。お前こそ最初からトップ狙いだろうが。もうまた二人で張り合って。じゃあツートップ体制にすれば解決ってことね。なるほど、それはいいね。今の編成から連帯制にして、あれとこれをこうして。吹雪、その薄気味悪い笑みはよせ。心配されなくても、よそではやってないよ。君ももっとオンとオフの使い分けをしたら楽なのに。裏も表もないのがカレンのいいところだもんね。まあなさすぎて始末書なのはどうかと思うけど。私たち何を見せられたの。吹雪連隊長とカレンよね。それからアリスおば様。そうか、君のおばに当たるんだったね。あの三人は幼なじみなんだ。ずいぶん懐かしい光景だったな。カレンのやつもそういえばああいう頭の色だった。今じゃすっかりルカとはかけ離れてしまったね。そうですね、あまり例のない現象なので、兄さんの超能力が関係しているのかもしれません。今のはアリスさんが入隊した年のようでしたから、20年以上前の出来事ということになりますね。ここがブレインフィールドに似た場所なら、誰かの記憶や感情が
場に影響を与えていてもおかしくはないわね。さっきの光景のことはよくわからないけど、まずはこの空間から抜け出すことを考えた方がいいよな。このままここにいても仕方ない。とにかく先へ進んでみよう。この空間、先が全然見えない。すごく広いことだけは感じるけど。見覚えのある風景も混ざっているな。つながりはまるで無秩序のようだが。そういう空間ということみたいです。ここもどこか別の場所へつながっているはずだわ。こいつで外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。今の場所が弱点か。それ任せろ。終わりだ。油で体が重いな。
にやるわよ。
なるほど。こいつは他の雑魚どもとは違う。一旦引くぞ。大丈夫か？ありがとう、助けてくれて。気を抜くな、バカ。そうだよね、ごめん。これで何度目かな、カレンに助けられちゃうの。そんなことは別にどうでも。二人とも大丈夫か？大丈夫みたいだね。よかった。ああ、またこのバカがしくじっただけだ。問題ない。で、君はまた強がってるんだね。もっと自分のことも大事にしてくれよ、カレン。怪我してるじゃないか。え？ごめんなさい、カレン。私が閉じっちゃって。手当てするから見せて。いらん、かすり傷だ。それより吹雪、アリスは疲れが出ている。お前がついていてやれ。俺は他の班の状況を見てくる。あの会議をやるには隊の立て直しが必要だ。おい、カレン。まただな。さっきに続いてカレン絡みってことは、この空間自体カレンが展開したものかもしれないわね。眠ってる場所に誰も近づけさせないためだとしても、こんな記憶俺たちに見せるかね。どっちかっつうと見られたくない記憶だろこれ。そうですね。兄さんは自分のことを何も話さないし、話したがらないから。まあ意図せず記憶が混ざり込んでいると考えた方が自然だろうね。ここで
切る。やっと。